私と旦那が結婚できたのはなぜだろう。互いの悪い部分が分かってるから。絶対幸せにできないよ。理想と現実のギャップがないから。なんかドレスも着れちゃったし、女の幸せはだいぶ叶った。そこも含めて恋できたからかも。私は私で幸せになれる臭いから、あんたはあんたで頑張って。結婚ってなんだっけ。泳ぐしかやることないよ。私日焼けしたくない。水着が見たかったお。じゃあ部屋でなら。この後めちゃくちゃセックスした。特に何もなかったはずなのに、妙に嬉しくて。旦那が何を言っているかわからない件。うちの旦那は私の二つ下、いわゆるオタクというやつで、アニメを見ないと死ぬ生き物らしい。私そういうの全くわからないんだけどさ、面白いの？面白い。真っ白たんは俺の嫁。お前の嫁は私だろ。旦那はブロガーというのを細々とやっている。それで稼ぐなんて大したもんだよ。俺はみんなみたいに死ぬほど働くのはごめんだからな。あんた働くのすっごく嫌いだもんね。働きたくないでござる。絶対に働きたくないでござる。生活どうするんだよ、うん、こういうのリビングに置くなよ。しまいな泣くぞ。やだ、使ってから片すの忘れてた。読むじゃなく使った。つうかこれおっぱいばっかり。結局男はおっぱいか。そうだ、俺が、俺たちがおっぱいだ。出してなんだよ。もう萌え好きだな。こうかな。萌え、そこ、休日だし遊びに行こうよ。朝まで祭りだったから眠いよ。祭り？どうしてもと言うなら俺を燃えさせてみろ。にゃー。当然アニメが見たいんでしょうね。まあブログにレビュー載せたいし。結構楽しかったね。感染者が欠如してるし、主人公が突然いなくなって長々とサブキャラの話が続くし、派手なエフェクトと構図で子供が喜びそうな演出はいいとしても、それでは大人も楽しめるって触れ込みに矛盾してるし、そもそもご都合主義すぎて萎えるんだよね。何も考えずに見てすいませんでした。そろそろ帰ろっか。いや、最後にあそこに寄ろう。いい加減にして。幸せ。